対立が続く日中韓3カ国の有名デザイナーによるファッションショーが北京で開催され日本からは越野淳子さんが作品を披露しました今こそ日本の良さを伝えたいという越野さんは自ら中国人モデルを専攻し新作の発表に臨みました尖閣諸島の問題で日中交流イベントの中止や延期が相次ぐ中

過去、中国でファッションショーを開催している星野さんは、今回も満足した様子でした。